いやね、東京事務所もあれば、まあ、全国のね、東京でまた出会ったりとかもう、まあ、今回もだってあれですよね、ジュリアンナが名古屋でこう活動してるのも、はい、まあ、なんかの縁ですからね、そうですね、でこうやってメイクをしてもらって、ね、で今回のまあメイクのですね、はい、まあ解説をね皆さんにしてもらいたいと思うんですが、はい、今年の改めて、はい、秋冬の色というんでしょうか、はい、まあ、ブラウンだったりクラシカルだったり、はいはい、ね、いろいろキーワードありましたけども、はい、今回の、作品というんでしょうか、ジュリアンナさんの今回のこのメイクはマッシュ、はい、マニッシュ、マニッシュ、はい、マッシュってなんだ、マニッシュ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 ですね、はい、ちょっとあの格好もマニッシュ系の感じだったので、はいはい、メイクもちょっとかっこよくさせていただいたんですけれども、うんうん、まあポイントは目元、ね、目元、はい、目元に深いブラウンを入れて、うん、あとこの太いアイライン、はいはいはい、あとチークは血色をよく見せるためにふんわり、うん、はい、で口元はちょっとベージュピンクで、はい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 、色はちょっと抑えてかっこよく、でも随分と目元が変わりますよね、そうです ね、 ね、もう一番変わるとこですよ ね、 ね、また彫りが深いから随分とまた目がインパクトありますけどね、そうなんです、綺麗ですよね、瞳が、うん、羨ましい限りです、ちなみに今年の、まあ、服は、はい、今日はこう落ち着いたトーンの、ね、服をお召しになってますけれども、はい、例えば今年の冬、秋冬か、はいはい、あのよくテーマになる色だったりあるじゃないですか、はいはい、例えばこう秋冬のテーマになる色っていうのは何色だったりするんですか、まあ、今年は去年に引き続き、パープル、パープル、パープルはまた来てますね、ほうほうほう、あとタータンチェックとか、あの60年代から80年代の時代にちょっと流行ったファッションがまたカムバックしてきて、例えば、はい、ベルボトムとか、ベルボトム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 ってあのちょっとこう裾がこう広がってる、なんだろう、コーディロイパンツみたいな、 あとジーンズもあっても、はいはいはい、ちょっと要はあのその当時の60年代のヒッピー系っていうんですかね、はい、そういうものが流行ってたりとかするのかななんていう、はい、アイテムがね、60年代から80年代なんですけど、80年代が主にかな、主に、はい、はい、まあ、服装もそうでしょうけど、パープルっていうね色がありましたが、はいはい、あのパープルって今年いろんな例えばこうお店でもよく目につくと思うんですけど、はいはい、今日もね女性のスタッフ、はい、パープル着てますよ、パープル色っていうのは以前カラーコーディネーターのお仕事をされてるじゃないですか、あの紫色ってパープルっていろいろ意味ありますよね、そうです ね、 ね、俺一説に昔ね、はい、聞いたのが、はい、あの変化を求めるとか、はい、私変わりたいんです、はいはい、欲求不満だって聞いたことあるんですけど、あいつはどうなんだって、なんて言ったらいい、 なぜ紫を着ているんですか、なぜって言われてもおしゃれかなって思ったんですいや、その通りですよ ね、 でもあの今年の流行のその通りです、いきなり振っちゃってごめんないやでもあの紫とか、ジュリアナは例えば今年、はい、秋冬に新しい例えばアイテムを揃えようかなと思ってて、はい、例えばどういうものが注目してるんですか、もの小物でも何でもいいと思うんですか、最近あの可愛いあの帽子系のあるじゃないですか、何ですかね、ニット、ニット、うん、ニット帽、でもなんかニット帽みたいなのがすごいなんか流行ってるらしい、うさぎの毛の、はい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 、うさぎの毛、うさぎの毛なんですよ、ファーですね、ファーですね、そう、はあ、それを買いたいなと思って、でも帽子とか似合うってまた一つのあれですよね、強みでもあるでしょ、モデルさんとかって、そうです ね、 ね、まあ、似合う形もある、うん、あるみたいですね、やっぱり、はいはいはい、私も帽子は限られてます、似合う形は、あと他には何かないんですか、注目している、グッズ、あとはこういうのをもっと買いたいですね、ジャケット、ジャケット、うん、ありますよね、彼女はこういうジャケットが、ジャケットとかでも例えばジャケットに合うメイクもあるわけじゃないですか、はいはいはい、例えば今日みたいなこう、はい、ちょっとトーンが落ちてて、落ち着いたような、はい、目元くっきりでちょっとかっこいい系な、はい、例えばこれがあの明るいジャケットだったりして、はいはい、まあ、ベージュだったりとか白のジャケット、まあ、秋冬なのであんまり着ないかもしれないですけど、明るい色が来た時はメイクの色も変わるわけですよね、はいはい、そうですね、でも白に限ってはこういうメイクでもいいと思うんですけれども、うん、ただちょっと目元を抑えて逆に口元をレッド系な、はい、リップを持ってきても逆にちょっとかっこいい、普通じゃないかっこよさがあるんじゃないかなとは思います。例えば子供っぽい顔をされているね、童顔の女性が大人っぽいメイクをするっていう時に一番気をつけてもらいたい部分とかってアドバイスするんですか。そうですね、やっぱりあのチークの入れ方ですかね、可愛く、ちょっと
すいません、ね、チークブラスいいですか、はい、あのチークの入れ方でも使えねえな、分かんないですよね、分かんないですね、はい、あの、チークの入れ方によって顔の印象ってだいぶ変わるんですよ、はいはいはい、でもし可愛く見せたいのであれば、はい、ここの真ん中にちょんちょんちょんとコイルを置く、はいはいはい、で、あのかっこよくしたい場合はもうここのシェーディング、ここシェーディング入れるところなんですけれども、はいはいはい、ここにちょっと茶系のまあ血色の見せるものを、よく見せるものをこうやって、あのさーっとここが頬が描けるような感じに入れるとかっこよく見える、はい、なので幼い顔の方もやっぱりこう頬を描けさせるためにわざと、はい、暗い色をここに入れると大人顔に変身できる。ちなみに、ちょっとこう不幸やかな人が細く見えるようなメイクとかですか？ありますあります。あるんですか。ありますあります。そういう場合もシェーディングを使うんです。あ、シェーディングですね。はい。ちなみに僕が10キロぐらい痩せた顔のメイクってもあるんですか？まあやろうと思います。やろうと思います。それは受け付けてませんみたいな。はい。ほうなるほど。はい。こうほうのね、はい、チークの置き方。ここ、はい、あとちょっとここに軽く暗い色を入れると、うん、ここがスッキリしたような。顎がない人は、あの首とかない人はどうしますか？首がない人はどうしよう、ジュリアン。難しいです。難しいですね。難しいですね。はい、ちょっと痩せてから。はい、それから。はい、2年だね、それね、難しいけどな、はい。そうなんです。なるほど、なるほど。まあ、今年の秋冬のトレンドというのは、まあ、そのクラシカルであって、はいはい、60年代から80年代の古いものがまた改めて来ていたり、はい、で流行りの色がパープル、はい、で、例えばその、目元を強調するときには暗い色とかで、その何ですか、バランス、バランス、はい、目元が強調したいときにはリップを少し抑えたりとか、一点勝負だそうですよ、はい、例えば一点強調で、うん、唇をもう赤で譲るんだったら目元をちょっと軽くするとか、ね、そういう部分で、ね、気をつけていただきたいと思います、はい、いや勉強になりましたわ。でもどうなんですか、改めてやっぱりこうメイクをされて、はい、もう自分のするメイクと全く違うわけ、やっぱりジュリアンのあこのやってもらって、そうですね、うまいですね、やっぱり当たり前ですけど、そうだもんな。でもこのままあの電車とか乗ってもういっぱい振り向かれたらどうする、ジュリアンの。そうです、もう前髪上げたいぐらいですもん。あ、そうかそうか、見えるかな。